キッザニア・キッザニア甲子園。キッザニア甲子園外観キッザニア甲子園は、兵庫県西宮市のララポート甲子園敷地内にある体験型商業施設である、KCJ グループ株式会社が運営する。2007年10月4日に、日本国内に店舗目の開業計画が発表され、出店地が兵庫県西宮市甲子園に決定。2009年3月27日に開業した。 パビリオン企業の大半は、キッザニア東京とほぼ共通している。しかし、企業の性質上、関東地方を営業基盤としている、もしくは関東地方のみしか営業を行わない企業などは、近畿地方を営業基盤としている企業に差し替わっていることも多い。ただし、電車のパビリオンは、キッザニア甲子園にしかないものだったが、2015年4月には、キッザニア東京に、 地下鉄パビリオンがオープンした。また、2015年10月にオープンした、ホースパークパビリオンは、キッザニア甲子園にしかない。ただし、ラジオ局を運営している FM80 には、キッザニア東京のパビリオンに出展している JWave とは、JFL としての提携関係にあり、また、キッザニア甲子園内にある、テレビ局を運営しているテレビ大阪もキッザニア、 東京の同様の施設を運営しているテレビ、東京とは TXN としての系列関係がある。東京とは異なるパビリオン甲子園のみのパビリオン過去に存在したパビリオン。ありがとうございます。